昨年11月の全日本実業団対抗女子駅伝で5年ぶりに優勝したユニバーサルエンターテインメントの元栓が、ドーピング検査で禁止薬物に陽性反応を示していたことが19日、関係者への取材で分かった。メンバーだった元選手の成績は抹消され、チームの優勝も取り消される見通し。関係者によると、すでに現役を引退した当該の元選手は意図的な薬物違反を否定している。ユニバーサルエンターテインメントは、2000年シドニー五輪女子マラソン金メダルの高橋直子らを育てた小出義雄氏が代表を務めるさくらアスリートクラブに指導業務を委託している。時事通信社。